こんにちは、体のエイダ10万円勝負です。今日は2019年の4月30日ですね。はい、平成最後の日となります。はい、平成はどのような、時代だったでしょうか。そうですね、本当にブロックチェーンが出てきて、これから変えていくぞということで、非常に楽しみな時代の切り替わりの時期になったと思います。はい、今日の値段ですけども 7.482 円です。日足チャートを見ますと、このように上がって1段階2段階3段階で 7.5 円の下でちょっと、揉んでるという状態ですね。はい、まだ下がっていくんじゃないですかね。4時間足はずっと下がってきてて、まだ反転の傾向は見えておりません。はい、で今日はですね、ちょっと新しいネタはないんですけども、ミッキーさんのこのコメントを私は、いいなと思って載せました。4月28日ですけども、トップ10のブロックチェーンプロジェクトの中で唯一体のは日本に基幹機能を持つプロジェクトなので、そこを理解の上日本が世界に置いていかなければないために、 MR5 を日本代表としてメディアには後押ししてほしいと思っています。はい、まあ後押しするしないもありますけども、やっぱり、カルダノがどんどん大きくなっていって、で中枢社長ですよね、あとミッキーさんとか本当に日本人が活躍されてますので、チャールさん以外にもクローズアップされてくれるといいですよね。はい、そしてこれから令和になっていくので、ブロックチェーンがおそらく世界をいろんな形で変えていくと思いますけど、それのまあなんですかね、リードしていくのがカルダノであり、エマーゴであると、私はまあ私の勉強している範囲ではそういうふうに思います。はい、でブロックチェーンによって、それで世界平和のようなあれですよね、30億人の財布が本当にできてきて、彼らを先進国と同じ土俵に乗せると言ってるチャールズさんの考えが本当に形になってくれると嬉しいなと思います。はいはい、値段を確認します。14,012.9×7.49 だったかな、マイナス10万円、はい、4956円の含み益になります。はい、4.95、5% ですね。はい、5% の値上がりという状況です。はい、これからですね、まあ、令和になっていくわけで、本当にブロックチェーンが世界を変えて平和に変えてくれるのを祈ってます。はい、ご視聴いただいている皆さんにも、令和が、幸せな時代になりますように。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。